皆さんこんにちは。大変長らくお待たせいたしました。本日は太田和の祭典2022和をつなぐワックワクな学び者伝統芸能編、こちらに参加されました皆様の成果発表会、そしてそれらを指導してくださいました講師の方々によります演奏そして演舞をこちら太田区民プラザ小ホールよりお届けいたします。まずトップバッターに発表しますのは邦楽器コース小鼓クラスによりますひなずる三馬奏です。さあこの小鼓クラスの皆さんなんですけれども、小学生が4名そして18歳以上の方が5名という参加者となっております。そしてご指導いただきました先生とともに本日は演奏させていただきたいと存じます。今日行いますひなずる三馬奏というものなんですけれども、こちらはお祝いの曲となっておりますので、ぜひ皆さんもお祝いのお気持ち温かいお心でご覧いただいてご視聴いただければと思います。小鼓クラス参加者の皆様、大鼓、福原鶴十郎、長唄歌方、杵屋六地図、杵屋六地佐、長唄三味線、杵屋五遊、杵屋砂丘、以上にてお届けいたします。ひなずる三馬奏です。どうぞお聴きください。Thank you.
ありがとうございました。小鼓クラスの皆さんによりますひなずる三番叟でした。ここでですね、次の演目が整いますまでご登場いただきました福原鶴十郎先生にいくつかお話聞きたいと思います。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はいかがでしたか、皆さんの演奏は。はい、短い練習、本当に5回とか6回しか練習がなかったんですけども、皆様堂々とやって演奏しておりましたので、大変良かったと思います。最初に持つところから、反対側に持っちゃったり、構えるのができなくてなかなか、こう打つということがね難しかったんですけども、さすがに皆様覚えが早くてですね、めきめき上達いたしまして、三番叟のリズムがとてもうまくね打てるようになりまして、僕もびっくりしております。はい、小鼓という楽器なんですけれど、非常にデリケートな楽器だということもお伺いしてるんですけど、どうですか。大変デリケートです。打ってみましょうか。先生は今大鼓を使われていましたが、この小鼓、小さい鼓で小鼓と言いますね。はい、はい、2枚の皮がありまして、真ん中に空洞の桜の木がありまして、はい、材質は桜でございます。で、調べという紐で、縛ってありますね。はい、それでこの紐をですねキューッと握ると、今音がしたとも思うんですが、皮が締まって高いピッチの高い音がします。そしてこの紐を緩めると、丸い音がするということになってます。実際にちょっとやってみましょうか。はい、拍手が来ました。ありがとうございます。全然音違うんですね。はい、このような作りになっておりまして、ぜひ皆様、今回10人の方が体験されましたけども、またこの秋にもあるそうなので、ぜひ皆様体験していただけると大変ありがたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。福原先生でした。大きな拍手をお願いいたします。続きましては邦楽器コース三味線クラスの皆様によります演奏です。演奏していただきますのは童謡ふるさとという曲です。三味線クラスは小学生3人18歳以上7人という参加者が集まりました。三味線は自分で音を作っていくという楽器なので、その場所を覚えるのがとにかく大変だったということです。また体が小さいと楽器を支えることも難しいということなので、手を伸ばすことができないので、急遽お母様にご協力いただくということもあったということなんです。それでは三味線クラス参加者10名の皆様、そして杵屋六地図赤井智美にてお届けいたします。ふるさとです。どうぞお聞きください。Oh!
ありがとうございました。ふるさとお聞きいただきました。先生、今日はいかがでしたか。はい、先ほどの練習で、私がみんなにゆっくりゆっくりって言ってるのに、はい、私が早くなっちゃったそうなんです。私が、はい、それで、はい、それを聞いて、あ、そうだそうだと思って、今ゆっくりできたので、よかったと思います先生のご自身の感想ですね私がいつも言ってるそばから一番間違ったり上がったりしてしまいまして、でもまあ今はまあ落ち着いてできたと思います。受講生の皆様はいかがでしたか。そうですね、今日で6回練習して発表会ですけど、やはり最初はやっぱり皆さん三味線の場合は自分でバチを持ち、左手で指掛けっていうものをかけまして、押さえて、はい、まず三味線を抱えるところからちょっと皆さん初めてなので、小学校の1年生は三味線を持つことも大変でしたし、本当に大丈夫かなってちょっとその日はちょっと眠れないというか大丈夫、無事に最終回迎えられるかなって心配だったんですけど、回重ねるごとに皆さんもなんか、顔が自信が出てきたお顔になって、私もなんとかできるかなって思いまして、今日の日が無事に迎えられたような気がいたします。でも本当に素晴らしい演奏と歌声でしたよね。先生、今日の皆さんに最後に一言お願いできますか。三味線はなんか絹糸から、こともそうだと思いますけど、絹糸の調べというのがとてもやはり日本人の心にとっても懐かしいというか、いい音色で響くことがあるんじゃないかと思いまして、私たちもそういう音が出せるように頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。杵屋六地図先生に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。さあ、それではお待たせしました。いよいよ続きまして、邦楽器コース琴クラスの皆様の演奏を皆様にお聞きいただきたいと思います。演奏していただきますのは土人形という曲です。琴クラスは7名の小学生、3名の大人の構成にて参加者が集まりました。お琴を演奏する際には、親指、人差し指、中指に琴爪と呼ばれる道具をはめるのですけれども、この準備した琴爪が子どもたちの手にはちょっと大きかったようなんですね。自分の指になかなかしっくりこなくて、とても苦労されていたということですが、弱音を吐くことなく練習を重ねてまいりました。その成果、琴の演奏はどんどん上達していかれたということです。本日はどのような演奏を弾かせてくれるのか、とても楽しみですね。それでは1琴、琴クラス参加者10名の皆様、そして山川よし子、2琴、小林文代でお届けいたします。土人形、どうぞお聞きください。
ありがとうございました。ことコースの皆さん、ことクラスの皆さんによります土人形をお届けいたしました。それでは改めてご紹介いたします。ことクラスをご指導いただきました山川よし子先生です。お疲れ様でした。先生、今日はこちらご指導いただきましたけど、全6回の練習会いかがでしたか？はい、先ほどから他のクラスの先生も、すいません息が上がってますけどおっしゃってましたけど、本当に1回目は、さてさてどうなるものかっていう、もうどの先生も同じだったんだなと思っております。でも本当に回を重ねるごとに、まず興味を持っていただいて、目の輝きが変わってきましたし、お琴っていう楽器、お家にない方がほぼ多かったと思うんですけどなかなかないですよね。お琴は13本あるんですけれど、それを紙にプリントしていただきまして、お家でその糸の上を手でこうなぞるようなこともいろいろ提案して、そういうこととか、リモートっていうんでしょうかね、リモート演奏を、はい、配信してくださる係の方が、そういう努力もあって、本当に3回目ぐらいからみるみる上達が、でとても私たちも嬉しかったです。それでは頑張ってくださった皆さんに最後に一言お願いいたします。土人形という曲を演奏したんですけれど、終わった時の皆様からの温かい拍手が全てだと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。ことクラス山川よし子先生。さあ、それでは続きましては、これより琴三味線小鼓の3クラス合同演奏を行わせていただきます。桜舞曲お聴きください。
ありがとうございました。桜舞曲お届けいたしました。さあということで、私の後方では大きな転換をさせていただきます。ご準備をさせていただきますので、このお時間をお借りしまして、続きまして登場いただきます日本舞踊コースの発表、こちらの準備とともに指導してくださいました先生にお話を少しお伺いしたいと思います。はい、日本舞踊コースは親子で楽しむ初めての日本舞踊のクラス、はい、そして一から学ぶ日本舞踊ということで、はい、2つのクラスを担当いただいたんですね。はいはい、いかがでしたか、全6回の練習。はい、今先生方が、各邦楽の先生方がおっしゃってましたけれども、本当にこの6回きりの稽古で、昨日私どもはリハーサルさせていただきまして、まあ、とても仕上がりがよく、先生方の、各先生方も同じようなことをおっしゃっていらっしゃいましたけれども、先生方の熱意とそれから参加された皆様の熱意がもう相まって高まって一つになって、こんないい素敵なこの日を迎えることができたんだと思います。でも本当素敵ですよね。はい、皆さんの心が一つになって、はい、もう感激しております。ですよね。でも今回2つのクラスということで、はい、いろいろ大変だったと思います。そうですね、まず1つ目の親子で楽しむ初めての日本舞踊クラス、はい、こちら4歳から8歳までのお子様とお母様なんですよね。はいはいはい、今日はの紙人形と藤の花という歌ですけど、はいはい、こちらの踊り、どんな踊りなんですか？はい、そうですね、先ほど童謡お三味線でふるさとを、はい、弾いていただけましたけれども、これはやはり日本舞踊としての童謡なんでございますね。和楽器にお三味線に乗せた長唄形式の童謡ができておりまして、それの紙人形の方はとっても小さい方用にできております。小道具というものはお扇子も使いませんで、 お袖の扱いとか、開くとか、たもとを持つとか、それから日本舞踊独特のお滑りをするとかという振りを、お滑り、はい、こうずーっと足を滑らせる、はいはいはい、お滑りをするというんですが、日本舞踊独特の、はい、振りだと思いますが、そういうものを取り入れて、まあ、初歩のものになってるんですけど、まあ、とても可愛らしいほのぼのとした曲でございます。なるほど。で、藤の花になりますと、はい、もう少し年齢が高くなりますので、お扇子を使います。はい、はい、でお扇子っていうのは皆さん落語なんかもご存知と思いますが、これでいろいろなものを表現しますよね。はい、その実際にある道具であったり、あと空気感だとか、そういうものをお扇子です。でこれは藤の花というタイトルのように、藤の花が垂れ下がっている様子とか、それからお花が咲く様子とか、はい、そういうものを表現させていただいております。楽しみですね。はいはい、さあそしてですね、はい、もう一つのクラス、一から学ぶ日本舞踊クラス、はい、こちらは9歳10歳3人の少女、そして大人たちが一緒に学ばれて、はいはい、京の四季という曲を待っていただくんですね。はい、そうですね、京都といったら、まあ、日本の文化の代表のところですが、はい、その京の町に伝わる古い、日本のなんて言うんでしょうね、風物詩を歌った羽歌とかいう部類に入るのかと思いますが、あるんですね。で今でも舞妓さんたちは京都に行かれると踊って見せてくださいます。で今回は日にちの関係もありまして、はい、今日の2期になってしまいまして春と夏の部分になります。じゃあこれからの季節を先取りということですね。はい、そうです、まさにこれから今日の祇園東山を中心に春爛漫に咲く桜の中で、水も武水もという歌詞があるんですけど、武骨な武士と、あと町人の粋な町人たちも、もう一緒になって浮かれて、桜の中で浮かれているっていう情景が踊りになってますね。ちょっとこれからの演舞見るのすごく楽しみになってきましたね。
さあということで藤影静江先生たくさんね、はい、今日もご指導いただいたと思いますが、最後に踊ってくださる皆様に一言お願いいたします。はい、はい、もう昨日のリハーサルで本当にとても素晴らしい出来でしたので、今日は皆さん楽しんで優雅な京都の風情を踊りで表現していただいたり、子どもさんたちも昔のねお着物姿を実際に体験する形で親御さんたちと楽しんでいただければとてもいい記念になると思いますので、頑張ってください。はい、ありがとうございます。先生に大きな拍手をお願いいたします。日本舞踊コース藤影静江先生でした。日本舞踊コースの成果ご覧ください。最初に披露していただきますのは、親子で楽しむ日本舞踊クラス、4歳から6歳の皆様とお母様たちによります神人形です。それではよろしくお願いいたします。神人形いかがでしたでしょうか。踊ってくださった皆様に今一度大きな拍手をお願いいたします。可愛かったですね。本当に素敵でした。さあそれでは続いての M です。続きましては7歳8歳の皆様、そしてお母様たちによります藤の花お届けいたします。それではよろしくお願いいたします。Thank you.
ありがとうございました。藤の花ご覧いただきました。皆さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。もう先生がおっしゃっていた通り、あの扇子扇が本当にいろんなものに見えましたよね。素晴らしかったです。さあ、それでは続きましては日本舞踊最後の演舞となります。続いては一から学ぶ日本舞踊クラスの皆様です。今日の式お届けいたしますので、どうぞ皆様ぜひこちらもお楽しみなさい。それでは参ります。一から学ぶ日本舞踊クラス今日の式、どうぞよろしくお願いいたします。皆様大変長らくお待たせいたしました。ただいまより邦楽と日本舞踊の出会いをお送りいたします。最初にお送りしますのは大田区三曲協会による音玉です。この作品は2013年水野俊彦により作曲されました。作曲された水野さんは1957年生まれ、作曲家作曲家として現在も活躍されていらっしゃいます。邦楽と聞きますと少し古い音楽を連想しますが、
現代でも新しい音楽が作られているのです。それでは準備が整ったようですので参ります。1こと山川よし子、荒川恵子、2こと小林文代、大吾智子、17弦小牧歌博、3弦谷藤明子、尺八西村適流山、古賀林山。以上、大田区三曲協会の方々によります音玉お聴きください。
こちら音玉お届けいたしました。皆様はどんな情景が心に思い浮かべられたでしょうか。一つ一つの音から流れるメロディーがとても美しく魅力あふれる作品でしたね。多様な技巧も入っておりました。琴十七弦、三弦、尺八、それぞれが混じり合い新しい風が吹いているようなそんな印象を受けました。さあ、それでは続きましては大田区邦楽連盟によります元禄花見踊り、こちらをお届けいたします。元禄花見踊りは明治11年三世杵屋庄次郎の作で、作詞は竹芝兵介。とても華やかな時代でした元禄時代記、1600年代の後半あたりですね。今日大阪の上方の町人を中心に文化が花開き、有名なところで言いますと井原西鶴、松尾芭蕉、そして浄瑠璃の近松門左衛門、画家の尾形光琳、名前を聞いたことがある人ばかりですよね。そういった多くの文化人や芸術家を生み出したそんな時代となっています。その時代の花見の風景を描き、武士、やっこ、若手、遊女、商人などなど様々な人物が登場します。とてもにぎにぎしい晴れやかな長唄となっております。長唄、歌方、杵屋六地図、杵屋六地佐、長唄三味線、杵屋五遊、杵屋砂丘、小鼓、福原鶴十郎、中島裕貴、港美希子、大鼓、福原鶴明、太鼓、福原鶴重氏、以上大田区邦楽連盟の方々によります元禄花見踊り、どうぞお聞きくださいませ。
ありがとうございました。元禄花見踊りいかがでしたでしょうか。桜の楽しい空気が皆さんにも伝わったかなと思われます。五人囃子に長唄の唄方、三味線、こういった日本の音楽の歴史を感じるようなそんな楽曲でしたね。さあ続きましては大田区日本舞踊連盟によります口上の月、そして長唄連獅子をお届けいたします。滝廉太郎作曲、土井晩水作詞の口上の月。哀愁を帯びたメロディーと歌詞は切なさがぐっと伝わってくるそんな楽曲ですよね。またこの作品は何と言いましても日本で初めて作曲された西洋音楽の歌曲だと言われています。日本の歴史的にもとても重要な作品と位置づけられています。さあこの日本歌曲にどのような舞がつくのか、こちらもぜひお楽しみにご覧いただきたいと思います。そして続いてお送りしますのが長唄連獅子。歌舞伎の舞台でも襲名公演などでよく踊られている有名で賑やかな曲ですよね。この作品は獅子の親子の愛情をテーマにしています。厳しくも愛情深いお父さん獅子、そして試練を乗り越えて大人に一歩近づく子獅子の物語です。口上の月、藤影静久、藤影静近、長唄連獅子、花月由里、一山英史、以上大田区舞踊連盟の皆様の披露となります。2曲続けてお送りいたします。
Oh,
情緒あふれる舞、そして勢いのある舞、大曲の日本舞踊をご披露していただきました。指導してくださった先生方の演奏舞踊いかがでしたでしょうか。皆様方素晴らしかったですよね。ありがとうございます。なかなか間近で鑑賞する機会の少ないこういった伝統芸能ですが、改めて日本の美を感じた時間でしたね。参加者の皆様方も3ヶ月間の練習本当にお疲れ様でいらっしゃいました。そして先生方もご指導本当にありがとうございました。以上をもちまして、太田和の祭典2022和をつなぐワクワクな学び者伝統芸能編成果発表会、並びに指導してくださいました講師の先生方によります演奏と、そして演舞、邦楽楽器と日本舞踊の出会いを終了とさせていただきます。そしてまた来年もこの場で皆様と共に和の世界、日本の伝統芸能に触れられるよう心からお祈りを申し上げます。それでは皆様また来年お会いしましょう。本当にありがとうございました。さようなら。